新女神転生か。まあ今のところ見てる、てか今のところ見てきたゲームの中だと、ホラーゲームのゼロが気になりますね。あとはマリオパーティーですかね。まあスマブラもなんか新キャラがね、実装されたみたいなんですけど、まあ最近ちょっとやってないしね。あと前の任天堂ダイレクトで情報があったしんのすけのやつ、あれもちょっと気になってたんですけど、あるんですかね、次のゲーム。何これ、シルエット、やばい、これもしかして、これパワープロじゃなくてパワーポケ マジか、パワーポケ、やば、10年ぶりか、新作、うわ、すげえ、なんじゃこれや、やばい、極悪高校ドリアモグラーズ、これパワーポケ1、2のシナリオか、うわ、ガイドウじゃん、水木さんじゃん、すげえ、これ、待って、戦争編もある、アスカンちゃんじゃないですか、この子ね、ちょっと病気であれなんですよね、何これ、めっちゃ面白そう。しかもなんか最大4人で遊べるだって めっちゃ面白そう。これさ、リマスターとかじゃなくてリメイクってことだよな。うわ、すげえ。うわ、なんかパワープロみたいですね。対戦モードっていうか、普通の野球面は。今年の冬か。ええー、ちょっと待って。やばい。見ました。見ました。いやー、パワポケの新作ですよ。パワポケの新作。俺ね、そう、知ってる人だったらわかると思うんですけど、俺昨日パワポケやってたんですよ、生放送。やっぱパワポケ好きっていうのもありまして。やば。ちょっと待って、嬉しさももちろんあるんだけど、驚きが隠せねえわ。俺もし、なんか新作っていうか、新しくゲームが出るとしたら、スマホアプリで出ると思ってたんですよね、パワポケは。この間の、今年の春頃出た、花丸高校でしたっけ？僕もやったんですけど、あんな感じで出るのかなって思ってましたけど、これ完全新作ってことですよね。しかもこれスイッチで出るってすごくね？やばい。これマジで、コナミもよく、作ったな、許したっていうか、やば。これ、すごいわ、ちょっと。めっちゃ今驚いてんだけど、素直に。嬉しいし、やばい。もうはっきり言っていいってか思ったんだけど、少なからずこれ俺の影響もあったんじゃないかなって思うが、俺ね、2年前ぐらいにゲーム実況始めて、その時に初めてやったゲームがね、実はパワポケなんですよね。パワプロより先にパワポケゲーム実況してるんですけど、まあその頃はね、ちょっと、始めた当初はね、全然人とか来なかったんですけど、まあ半年ぐらいして、結構人が来るようになってね、昨日も結構いろんな人が見に来てくれてね、生放送の方、楽しんでもらえたと思うんですけど、うわぁ、いや、まさか、ちょっとその、1、2時間後にね、任天堂ダイレクトでパワポケの情報がね、出るとは、ちょっと思いもしなかったな。やべえな。いや、めっちゃ嬉しいんだけど。いや、これ、すげえぞ、すごい。めっちゃすごい。いや、他の情報とかどうでもよくなったわ。野原しんのすけとかどうでもいいや、マジで。やっぱマリオパーティーとか知らねえわ。いや、本当にね、いや、すごい。いや、ちょっとね、変な声出ちゃったわ。いや、みんなもね、パワポケやろう、パワポケ。やっぱりね、昨日も言ったけど、パワポケやらずに、パワプロは語れねえ。ちょっと、ニヤニヤが止まんねえわ。今年の冬って言ってましたよね。ちょっと待って。このマリオも気になるけど。これ最大4人で対戦できるって言ってるけど、めっちゃ気になるんだけど、俺野球も好きだからさ、野球面も。今年の冬。具体的な、なんかあれなんだ。
何月何日とかは発表されてないらしいですね。いや10年ぶりか、すごいな。10年ぶりってか、俺10年前っつったらあれですよ、中学生か、まだ、うん、すげえな。最後に出たのは2011なんだな。いやー、なんか当時はね、何も分からずね、パワポケ買ったんですよね。ただ野球がやりたいっていうことで、実際始めたらね、ストーリーの方がめちゃくちゃ面白かったっていう、うん、まあ、大人になった今でももうめちゃくちゃやり込むほど本当面白いんでね、ストーリーが、はい、もうパワポケといえばストーリーなんですよ、うん、戦争編、うわ懐かしいな、戦争編俺生放送でクリアしたことあるんですけど、200周俺の出世動画でもあるんですけど、なんかこれもめちゃくちゃ気になるわ。めっちゃ面白そうやんこれ、うん、これリメイクってことだから、ストーリーももしかしたらなんか追加要素があるかもしれないですね、うん、いや俺正直ね、うん、いや出ると思わなかったわ。まあさすがになんか当時の野球選手は実装さ、あの野球選手の方、まあそのパワポケ1、2の2001年とか2000年前後の、あの野球選手の方はおそらく実装してないと思いますけど、すごいなこれ、うん、何でもありなシナリオ、まあ、パワポケ1、2だからグロ要素とかちょっと過激要素はまだ薄めな方だと思いますけど、へえ、これパワポケ R っていうことは、もしかしたらですよ、もしかしたらパワポケ R、1ですよね、今回。2とか3とか4とかが、うん、もしかしたら続くっていう可能性もありますよね。うん、すげえな、これ。いやー、ちょっとパワポケガチ勢としてね、これは。いやー、たまんないっすね。いや、めっちゃ嬉しいんだけど。はい。ちょっとね、やばいな。うん。いやこれからもちょっとパワポケやりまくるんでね、よろしくお願いします。はい、以上パワポケガチ勢ことコウメイでした。